スノーキーの FX 比較攻略ブログ管理人のスノーキーこと小手川幸也です。この動画では週末恒例来週の戦略についてお話していきたいと思います。で、来週のテーマ、いよいよ FOMC 政策金利発表。で、まあ、ここが年内最大の山場。はい、トランプラリー、トランプ相場終了かということで、動画の後半でちょっとね、いくつか、シナリオを考えてみましたので、お話したいと思います。で、まず私が主に取引しております、通貨ペアをご覧いただきます。まず、米ドル円の冷やしチャートですね。1本のローソク足に1日の値動きを表しましたチャート画像です。米ドル円冷やしチャートということでね、まあ、先週ですね、まあ、このあたりで揉み合ってたんですよね。で、まあ、ショート入れたんですけども、金曜日に上昇しました。どうですかね。まあ、金曜日はさすがに仕掛けてくることないかなとも思ってたんですけども、115円を、抜けたんですよね。で、まあ、5円ごとの節目っていうのは、それなりにはい、なんかオプションバリアとかなんかいろいろね、逆差し値がいろいろあって、そこでストップロスを巻き込んで、そこを超えると上がっていくっていう風に言われたんですけども、これが意外と上がらなかったんですよ。115円っていうところを突破してもなかなか上がらなかった。そして週足で見ると、こんな感じでですね。まあ、次のほんと節目らしい節目っていうと、そうですね。まあ、次、まあ116円台半ば、本当に厳しいラインで言うと118円台後半ぐらいになってくるのかなというところなんですけれども、はい。でですね、まぁ、ちょっと、チャートが変わるんですけども、昨日の深夜ですね、私普段チャートってあまり見ないんですけども、あまりにもやっぱ今回の相場って本当に何十年に一度かなと思ってるんで見てたんですけども、こう米ドル円の上がる上がらないというところは結局こうユーロドルと逆の動きを昨日はしていましたね。はい。どういうことかというと、ユーロドルが下がると、米ドル円が反応して上がる。まあ、どっちが下がるかわからないですよ。要は、米ドルが買われてるか、売られてるかっていう問題なんで、まあ、この後、しばらく見ていても、はい。まあ、このあたりなんか特にそうですよね。ユーロドルが上がったら、米ドル円は下がっていると。なので、まあ、みんなが思っているほど、その115円どうこうの壁っていうところよりも、結局、ユーロドルがどうなのかと。で、ユーロドルの方、ちょっと後でチャートをご覧いただくんですけども。はい。その前に、まず、ユーロ円ですね。まあ、ユーロ円、これ、ループイフダンの、買いの売買システム、とりあえず逃げたんですけども、まあ、ちょっとまた戻しつつあるんですけども、まあ、あんまりこういったチャートは好きじゃないかな。はい。買いでは入りたくない形してますけどね。で、A ポンド円ですね。こちらも、まあ、はい、ちょっと一旦、まあ、逃げるのが無難かなと思ったんですけど、ちょっと戻していますね。まあ、ちょっと A ポンドに関しては難しい。そして、まあ、先ほどちょっと話ね、出ましたけど、ユーロドルですね。ユーロドル、まあ、要は、1.05 割るか割らないかっていうところなんですよ。はい。で、まあ、1.05 っていうのも、まあ、大きな、心理的な節目で、まあ、これもね、ここを割ると、大量の売りが出て、さらに下押しするっていう風に言われているんですけども、実際そうなるかどうかわかりません。で、もしもそれをそうなった時に、米ドル円の方も、ドル買いに触れる、つまり上昇する可能性もある。あとですね、もう 1.05 を割ったら次はパリティでしょと。1ですね。1.00 割るか割らないかっていうところまで、まあ、入ってくるんで。はい。ただ今回の材料がね、トランプさんが大統領になっただけなんで、って言いながらまあ、ここまで動いてきてるんでね。はい。で、次ですね。ああ、でも、そうか。ECB の、あれもありましたね。材料としては。はい。で、A ポンドドルですね。まあ、これは本当にちょっと、動きが難解なので、まあ、手を出さない方がいいかなというところですね。で、はい。5ドル円ですね。こちらも、買いのポジション、とりあえず、はい、整理したんですけども、まあ、ちょっとあんまりにもここまで急ピッチで上がってくるとさすがにっていうところですよね。同様にニュージーランド円も、私が、思っていた地点まで到達したので、こちらも、トラッキングトレード停止しました。はい。で、来週の重要指標などなんですけど、まあ、12月14日の深夜なんで日付変わっての4時ぐらいですかね。はい。まあ、ここで、とりあえずどうかっていうところですね。で、その後30分後に、イエレンさんでしたっけ？はい。の、記者会見があるのかな。で、その次の日は、中銀なんで、こちら A ポンドの値動きに、大きな影響を与える恐れがあるので、ご注意ください。ということで、私のこちらの著書の3章75ページで書きましたけども、政策金利発表時、ね、まあ、今回、まあ、FOMC に関してはおそらく利上げ、
英国は多分背負うかな。で、まあそうだったとしても、その後の記者会見の方がよく動くっていうことがあるのでね、次のことを話した時とかっていうことですね。はい、ご注意ください。で、まあ冒頭でね、来週のテーマでちょっとシナリオを考えたと言いましたけども、まあ一番多くの方が予想しているのがこれかなと思うんですけどね。まあ材料出尽くしで、米ドル買いは一旦終了ということで、利益確定売りに押される。まあどういうことかというと、米ドル円だと陰線が出て、ユーロドルだと陽線が出るような形ですかね。で、まあ、やれやれで、まあちょっと、やっぱりここまで利益がかなり膨らんでいる人っていうのはね、ポジション整理したいところなんですよ。で、それがまあ金曜日に出るかなと思ったんで、出なかったのがちょっとまあ不気味なんですけども。で、次ですね。はい。発表直後はさらに、米ドル買いに動く。つまり、米ドル円で言うと、上に上昇する。ユーロドルは下押しする。ただし、その後、やっぱりもう材料出尽くしだなーで、上髭出てしまう、下髭出てしまう。で、そっからもみもみっていうパターンね。で、次ですね。はい。発表直後は、利益確定売りに押される。要は、この上のパターンなんですけども、そこからまた戻してくる。盛り返してくるっていうパターンですね。はい。で、どのこの3パターンにしても、まあ、クリスマス休暇とかね、そういったことあるんで、まあ、とりあえず、まあ、多くの方手仕舞いの準備始めて、これから、はい、値動きが小さくなっていくのかなとは思うんですけども、ただこれ本当に誰でも考えられるというか、一般的なストーリー、シナリオなんですよ。一番ね、このトランプさんが、大統領に選ばれてね、選挙で勝ってからのことを考えると、ここでまだ継続で、まだするの？いや、もう年内クリスマスですよっていうパターンも、これなきにしもあらずなんですよね。なぜかっていうと本当に、これもね、私、FX 始めてまあ8年ぐらいですけど、まあ見たことないような勢いがずっと続いてるんで、で、まあその、先週の金曜日にしても、結局、週末だから、もうそろそろ、ごめんなさい。週末だから、FOMC の前だから、クリスマス休暇もあるし、っていうところを控えた金曜日でもさらに、ユーロドル下攻めしていってましたからね。はい。で、米ドル円も、まあ、高値伸ばしてましたからね。そういったことを考えると、これの可能性も一応あるっていうところですね。はい。で、スノーキーの来週の戦略なんですけども、まあ、米ドル円はでも、ちょっとレンジが、先週レンジで、そのレンジがちょっと上に上がったぐらいかなと。はい。で、まあ、ユーロ円、A ポンでやや強気、オセアネ通貨、5ドル円、ニュージーランドル円はやや弱気。そして、ユーロドル、A ポンのドルはやや強気ということで、まあ、ちょっと、まあ、来週大波乱、はい、があるかもしれないということで、まあ、はい。投資に関する最終決定はご自身の判断と自己責任でお願いいたします。ということで、今回は週末これ来週の戦略でしたけども、これ以外にも、FX バイナルオプションシステムトレードなど、投資に関する情報を配信していきますので、チャンネル登録をお願いいたします。そして、ブログの方も頑張って更新していますので、スマートフォン、タブレット、パソコンのブックマークをお気に入りに追加をお願いいたします。最後までご覧いただき、ありがとうございました。